今日はですね、ソフィア宝の山発見第12回目ということで、矢板の橋家地蔵木幡神社等を写真を送らりというのに来てみました。なんて、まあ、オークラリーの形式のものは回る順番は自由です。時間内に地図に示されたチェックポイントを訪問して、そのチェックポイントの写真を撮るっていうスポーツの形式に今日はしたいと思います。オリエンテーリングっていうスポーツ自体は、うん、チェックポイントが決まってて、はいはい、1番から順に回るんですけれども、市街地でそれやるのは難しい、はい、なるほど。のでオークラリー形式にして、うん、例えば橋家地蔵さん、はい、木幡神社さん、はいはい、その他ちょこっと、なるほど、写真を撮ることがそこに行ったっていう証明ですね。内側に行くかっていう戦略が問われる。職員のチームワークを作るためにやった。すごくいい勉強になりました。5、4、3、2、1、楽しいです。楽しい。合格で失敗するし、安全圏に行けば勝てないし、なんか試合みたいだね。はい。行けないところはもう捨てて、多いところをなるべく固まってるところを回れるように。こんにちは。橋家地蔵見たいので、こっちを回ってから。今まだ170の200、ここ行ったの？ここ行ったの？ここ行きました。いやー、ここだけ回ってないです。おかえり、お疲れ様。わあ、汗びっしょりだ。よかった。疲れた。疲れた。これ撮影して、撮影。ナスにならなかったですね。大丈夫だ。ソフィアは若いリーダーがどんどん育っています。今日みんながやった写真ウォークラリーっていうのは、実はロゲーニングっていう全国大会あります、世界大会もあります。ですからどんどん世界に羽ばたいていってほしいと思います。小さな一歩でみんなの人生を大きく変えていきましょう。次回は12月5日です。よろしくお願いいたします。